日曜日までですね。ぜひよろしくお願いします。あ、早速と純船さんアットマークリラン中、イエーイ、タワーありがとうございます。本当にもう初っ端からありがとうございます。ちょっとイヤホンつけますね。はい、今日からイベントが始まっています。始まりましたけども、皆さんこんにちは、こんばんは。今日からよろしくお願いします。頑張ります。プロフィールに、あの時間、あ、この枠は、あ、ちょっと待って。このイベント初日は、この枠で行きたいと思います。18時から18時25分までです、この枠は。テロップに書いておきます。1位がすげーみたい。頑張ります。こんな私の応援をよろしくお願いします。あ、そう、イベント初日今日から始まりましたが、で18時から18時25分までの配信です。この枠は次は8時なのでちょっと開くんですけれど、よろしくお願いします。楽しみながら頑張りますので、本当に応援お願いします。今日は、まあ、このイベントは、まあ、神戸コレクションの、ファッションショーとイベント、まあ、出演兼オーディションということでですね、できれば毎配信、まあ、服を変えていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、無理な時もあるかもしれないので、もうできる限りは、まあ、ファッションイベントなので変えていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、まずね、ワンコーデ目はこちらです。じゃーん、ゆうちゃんからもらった服と、このこのスカートを合わせて、ちょっと最初は可愛らしくしてみました。髪はね結んで、まあ、お姉さん風に、まあね、配信を初めて見る方も多いと思うので、最初は可愛く行こうと思いまして、こういう感じでしました。なんか上何着ようかなって思っていたんですけど、デニムと合わせても可愛いかなって思ったんですけど、なんかちょっとスカートが着たい気分だったので、こういう感じです。なんかスクショしといてください。ちょっとランディのファッション日記っつって、
で、まあ後で自分でも写真撮ろうかなと思うんですけど、と、下尾からもらったネックレスをつけて、お好きなネックレスをつけて、今日はこれでまず挑んでおります。ちょっと横毛出しすぎたかなっていうところはあるんですけど、こんな感じで久しぶりにちゃんとメイクしました。この1週間は、まあ、すっぴんもさらすかもしれないんですけど、基本的に、まあ、メイクをしてることが多いかなと思います。そしてミンチャーさん、クマタワーありがとうございます。ありがとうありがとうございます。あれなんですよね、クマ10個投げる方がなんかイベントに有利的な感じなんですよね。ありがとうございます。後ほどメッセージをお送りさせていただきます。個別でこの配信期間は一応ギフト投げてくださった、有料ギフト投げてくださった皆さんに、まあみんな同じ分にはなってしまうと思うんですけど、まあ、メッセージをお送りするんですけど、それとは別にこのなんだろう、タワーだったり、まあ、クマタワーだったり、建設いただいた皆さんにはまた別でメッセージを送る予定なので、多分通知で行くと思うんですけど、チェックしてくださると嬉しいのでよろしくお願いします。ということで始まりましたけど、本当に1週間楽しくやっていけたらなっていうふうに思うんですけど、まあ、本当に皆さんの力が本当に必要不可欠になってきますので、ランディいいなって思ってもらえるように私も一生懸命頑張るので、応援してもらえるような配信を心がけて一生懸命頑張ります。ゆうちゃんから頑張ってねってきた。頑張ります。スクショタイムでもしますか。おーすごい、1位の方がすごい。あーそう、ここはね星じゃなくて種なのでちょっと違ったりはするんですけど、ぜひよろしくお願いします。ね、AKB の方もイベント行ってるのでね、まあちょっとぶつかっちゃう時間帯とかはあると思うんですけど、やっぱりカップヌードルポイント加算されてる。あ、本当？よかった。チャレンジからカップヌードルのなんかギフトがもらえるらしいので、ぜひそちらも応用しながらよろしくお願いします。なんかさ、この配信の枠は18時25分まで、あと10分ぐらい、間違えた、あと15分の枠なんですけど、これ意外とさ絶対すぐ経つよね。すぐ
すぐ立つ気がするんですけど。あとレインボースターだけ、いや唯一星の中でレインボーちゃんだけは投げれるのでぜひレインボー持ってる方がいればそちらの方もよろしくお願いします。あと SMS 認証、あの電話番号登録してないとどんだけ投げてとしても無効になっちゃうので SMS 認証だけ必須でお願いします。あの設定からできると思うので、よろしくお願いします。あとあのプロフィールの方にさっきあの今日の時間が書いてるって言ってたんですけど、なんかそれとは別になんか決意表明じゃないけど、あのなんかちょっとした文を書いてるので、ぜひ、お時間のある時にでもぜひ見てください。あと今日は次が8時半、10時、10時半、11時58分、10時33分、これは日またぎになるんですけど、まあ、こういう感じのスケジュールです。総選挙より緊張してんの。いや一応ね、緊張はそりゃめしますよ。しますよそりゃ、やっぱいろんな方がこうやって私のルームに足を運んでくださって応援してくれてるので、やっぱりね緊張はしますね。でもあのなんだろう、まあ普段の私、素の私というかを出せていけたらなって思っているので、お、アイスカフェさん、クマタワーありがとうございます。ありがとう、後ほどメッセージ送ります。まあでもこの、まあ私がなかなかそのまあ私って結構基本的に、まあ、T シャツが好きだったりとか、結構スウェットというかなんかパーカーがね結構好きだったりするんですけど、まあ、だからこういうなんだろう、私服をめちゃくちゃ着るのって多分すごい珍しいことだと思うんですよ、まあ、自分で言ってるけど。珍しいので、まあなんだろう、スクショタイムをまあ毎配信やろうかなって、やろうかなじゃなくてやります。やるのでぜひ保存していただいて、あのまあ写真ホルダーに収めていただいたりとか、あと拡散とかしてくれると嬉しいなって思うので、ぜひよろしくお願いします。じゃあいくよ、1分くらい、なんかポーズのこのポーズしてほしいっていうのがあればしてください。あ、してくださいじゃない、言ってください。とりあえずピースぐらいからやってきます。あ、15分経った、カップヌードルがいっぱいある。お気に入りの指輪つけてます。 あとなるからもらった腕時計も。
メイクしたらこんなに変わるんだな自分。まあ言ってもね、15分メイクなんですけど、これまあ15分でもだいぶ変わりますね。スクショしてるのかな、スクショしてるのか、もう投げるので精一杯かどっちかだと思うんですけど、ありがとうございます。いっぱいギフトが飛び交って、ギフトと種が飛び交っております。ありがとうございます。あ、もう一回で、多分今来た人もいると思うので、全身はこんな感じです。可愛いでしょ。次の配信もまた違う洋服着るのでお楽しみに。意外とちゃんとね、ベルトもつけてもさりげないおしゃれっていうんですか、見えないおしゃれっていうんですか、あんま気づかないおしゃれもちゃんとしてます。おお、すごいランクアップすごい、なんか出てる。2位まで49,49ポイント。これか、ゆうちゃんが昨日言ってたやつは、なんかめっちゃどでかく出るってやつ。何コーデっていうの、大人コーデ、どうなんだろう、大人コーデなのかな。なんかこのトップスはまあ大人ぽいけど、スカートを合わせることによってあれですね、ちょっとなんか子供っぽいじゃないけど、なんか若く見えるっていうかまあ若く見える。なんかすごいレインボーがいっぱい、ありがとうございます。ライバル欲しい。次はどういう服を着よう。本当にでも、本当にこのイベントで私が今年の夏買った服とか去年買った服をもう惜しみなく着ますのでもうこれでも買ってくらいね着るので、最近急激に増えてる、そうですね、急激に増えたりもちょっとしちゃってるんですけど、まあまあそれは置いといてそれは置いといて、まあ、でも本当に、じゃあ私のプロフィールを見てほしい。本当に最近の、最近私が服に関してどう思ってるかみたいなの書いたんで見てね。あとぜひ、多分初めて見る方も多いと思うんですけど、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。この期間で2000人いけたらいいなって、フォロワーね、1000人いけたらいいなって思ってるので、ぜひよろしくお願いします。あと2分後ランキング読みます。アバターは1日で行きそうだね。あとアバターまで184,000ポイント。アバターも余裕で
軽々といけちゃいそうですね、今日の間で。このさ、私のフリーのやつってさ、コラボ配信とかできるのかな？わからないから調べてみよう。すごい、終わった方がいっぱいいるということ。ありがとうございます。BPM さんも100個くらいレインボータワーありがとうございます。めっちゃ貯めてたんですね。ありがとうございます。本当に。ということでね、次は、まあ、間隔空いて8時から8時半になっちゃうんですけど、1時間半後、1時間半後になっちゃうんですけど、まあね、順位変動とかはあると思うんですけれども、楽しみながらやっていきましょう。ということでね、ランキングをもう終わらなきゃいけないんです。じゃあやりたいんですけど 終わらなきゃいけないので、もランキングを読みたいと思います。13位、ふくふくさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がトリオアジさん、ありがとうございます。そして11位がオノピョン、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位が吉川さん、ありがとうございます。そして9位がたいやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がベンさん、アットマークエイト頑張れ、ありがとうございます。そして7位がマリモッチさん、ありがとうございます。そして6位がコウタリさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がチョロさん、ありがとうございます。そして4位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で3位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、25分にはこの枠締め切ります。本当に初っ端からタワーだったり熊タワーだったり、投げてくれた皆さんありがとうございました。後ほどね、個別でメッセージを送る、後ほどって言っても、まあ明日くらいになるかもしれないんですけど、はい、送らせていただきます。そして次が8時から8時半の枠になるので、1時間半空くんですけど、また皆さんよろしくお願いします。本当に見てくれてありがとうございました。18時から多分仕事してる方とかもいると思うんですけど、ということでまた18時半、8時 バイバーイ、さよならんりー、ありがとう、バイバーイ。